か。つけておこう。よーし。よし。さてと。今日の歌詞は、答えてください。これだ。その通りです。やるじゃねえか。はあ。先輩、お話ししたいことがあって、お昼ご一緒させてもらえませんか？ありがとうございます。じゃあ屋上で。
寒くなってきましたね。すみません、人前だと話しにくいことなので。先輩はまだ怪盗団を続けるんですか？最近怪盗団についていい噂を聞かないです。あれだけ応援してたくせに、先輩たちのこと何も知らないくせに。今は怪盗団を悪く言う人ばかりじゃないですか。怪盗団に入らなかった私が言うことじゃないですけど、こんな手のひら返しあんまりです。私がされたことと一緒ですよ。それでもですか？やること、さあ。まあな、けど心配すんな。我が輩率いる怪盗団が負けるなんてことは。わかりました、なら止めません。ただ一つだけ約束をしてもらえませんか？やるべきことが全部終わったら一緒にどこかへ出かけてほしいんです。はい、約束です。今から楽しみにしてます。だから必ず無事でいてくださいね。あ、体さばきを教えるって約束、あれは引き続き協力しますから。明日はちょっと急ですよね。明後日とかはどうです？おい、そうな、まだ食べてないのに。ほら、先輩も食べないと。腹が減っては戦はできるですよ。実は A 子と仲直りできたの。本当はうすうす気づいてたけど、彼のあんな姿見て。うん、事件に巻き込まれなくてホッとしてる。彼女あのバイトも辞めたわ。将来のこととかわからないけど、目標を見つけるために大学に行くって。だから今は勉強に専念するみたい。私ももう一度本気で勉強することにしたわ。ううん、そういうのじゃない。他人の評価を得るためでも、自分を優秀に見せるためでもない。私が勉強するのは自分の夢や目標を叶えるため。その目標が分からなくなって迷いもしたけど、あなたのおかげでようやく見えた。私の夢は警察官僚よ。そう、つまり警察のトップ。学歴も最上位を求められるわ。今回のホストもそう。この国には表沙汰になっていない事件が山ほどある。違法すれすれの卑怯なやり方で人の心につけ込んで食い物にしてる悪党。お父さんが命を懸けて追っていた組織もそう。けど
それを成し遂げるには私一人じゃ無理だから、組織を動かせる官僚になって無法者を根絶して被害者を減らしたい。そうだと思うな。それが私の目指す正義だし、お父さんの意志を継ぐことだって思うから。勉強の意味を勉強以外のことで知るなんて不思議ね。私ね、これからもっと違う世界を見られる気がする。付き合ってくれてありがとう。お堅い会長のお守、大変だったでしょ。でもあなたに頼んでよかった。我は汝、汝は我、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、女教皇の究極なる非業に目覚めたり。よしよし。私の成長した、ううん、新しくなった力。よし、もちろん私のことも頼ってね。さて、夢を叶えるにはまず志望校に合格しなきゃね。解答をしながら警察になるために勉強する。でも案外矛盾してないのかも。闇に隠れた悪を暴く。ああ、そうだ、お世話になったお礼にあなたの勉強もしっかり見てあげる。覚悟しておいてよ。帰ろっか。Thank you.
よし。さて帰るか。おはよう。突然で悪いけど、今日のお昼時間もらえないかな。よかった。最後にちょっと話したいことがあってね。僕のカウンセラーとしての不人気感も寂しくなるよ。朝礼でお別れの挨拶はするけど、それとは別で君と話したいんだ。せっかくだし、お昼は僕が用意しておくよ。とっておきのやつだから。それじゃあ後で。丸木先生行っちゃうんだ。もう半年か。早いよな。丸木先生から一言をいただきたいと思います。では先生お願い。皆さんおはようございます。教頭先生からお話しいただいたように、本日で僕の任期は終わりです。この半年間カウンセラーとして様々な悩みに触れてきました。恋の悩みから勉強関係、僕と同じお金の悩みの人もいましたね。そんなみんなに僕から最後のカウンセリングです。辛かったら逃げてください。目の前にある理不尽な現実が全てだって思わないでほしい。要するに悩みがあっても思い詰めすぎない方がいいってことです。せっかく生まれてきたんだ。どうせなら毎日幸せに過ごす方がいい。そんなみんなの幸せを僕はこれからも応援しています。時間を置いた方が良さそうね。うん、私たちが入れる隙なさそうだしね。来てもらって悪いね。囚人で食べる最後のお昼ってことで最高のご飯を用意したよ。この天丼、こっち勤務になってからずっと気になってたお店のなんだ。お値段的に見送ってたけど、今日は特別。しかも上天丼だ。お礼を言うのはこっちだよ。さ、早速食べよう。おお、おお、食欲をそそられるね。何も見えないけど。奮発してよかった。いや、この幸福感にずっと浸っていたいね。さて、食事も済んだし本題に入ろっか。まずは報告から。論文完成したよ。前にも言ったけど、君のおかげだよ。本当に君との経験や
君の言葉がなかったらこの論文は完成していなかった。改めてお礼を言わせてほしい。囚人の生徒としての君と怪盗としての君にもね。隠さなくていいよ。そこに置いてある論文のタイトル見てくれるかい？実は怪盗団による改心行為は認知科学に通じるものがあってさ、世間一般に認知されている現実とは別に存在する対象者個人の現実に侵入して、その世界に対して何らかのアクセスを行うことで対象者の認知に変更を加える手法、それが君たちの行っている改心なんじゃないかと思ってるんだよ。認知科学については心血を注いでずっと研究してきたからね。もう少し白状すると、今年の4月ちょうどこの学校の校長に呼ばれカウンセリングについての話をしに来た時のことだけど、実は僕、君たちがさっき言った個人の現実から出てくる瞬間を目撃してしまったんだよ。囚人学園の路地裏に君たちが突然現れてね。坂本君と高牧さんも一緒だったかな。彼女ひどくぐったりしてたようだったけど。ありがとう。そしてその後に起きた鴨志田先生の改心だ。おまけに君たちは鴨志田先生と深い因縁があったと聞いてね。その時点で半ば確信したよ。鴨志田先生の改心は君たちによって行われたものだろうってね。実はね、僕は学生時代からずっと認知科学の研究を続けてきた。個人の認知に干渉することで苦痛や絶望に苛まれた人たちの心を救うことを試みてたんだ。でも訳あってその研究が認められることはなかった。僕は研究を諦められないまま、そんな中でちょうど出会ったのが君たち心の怪盗団だったってわけさ。心が踊ったよ。君たちさえいれば僕の研究を完成させることができるかもしれない。そう思って僕は君たちに近づいたんだ。今まで黙っていたのは変に警戒されないようにって思ったからかな。これで全部かな。僕話すってなぜだい？僕は自分の恩人を誰かに売るようなやつじゃないつもりだよ。信じられないようなら今ここで僕を改心してくれても構わないけど、君のおかげで僕はようやく自分のなすべきことが今ある現実に抗う。この研究でもっと世の中を良くしてみせるよ。怪盗団の言う世直しとは少し種類が違うものかもしれないけどね。君はいつだってまっすぐで自分の中の正義を見失わない、そんな君と出会えて本当に良かったと思ってる。今生の別れってわけじゃないけど、今まで本当にありがとう。我は何時、何時は我、何時ここに、ち絆は半月、今こそ何時。よしよし。僕は僕の信じた道を行く。いつ
たとえ望まれてないおせっかいだとしてもね。おっと、時間切れみたいだ。また。だね。あのさ、いや、お互い頑張ろう。またね。マスターが貸し切りだって。コーヒーとかもおかわり自由だよ。って普段からガラガラじゃね。そうだぞ。隠れ家的名店ってことにしておこうよ。予告状どこに出すって話だよね。でもこれだけ騒がれてるといたずらって思われない？僕がサエさんのデスクの上に置くのは顔パスで行けるし。やめた方がいいぜ。お前しか入れないルートじゃ足がつく。私がやるよ。家に届いたってことにする。確実で一番リスクが低い方法。何を聞かれても知らないで押し切るから。それじゃ誠が。どうする、リーダー。誠に任せてみる。それしかないのかな。大丈夫だよ。危ない橋なら嫌ってほど渡ってきたんだし。じゃあお願いするよ。引き受け、その分僕も頑張らなきゃな。じゃあ侵入場所は裁判所の前で、集合時間は18時でいいな。了解。いつも通りね。じゃ明日に備えて解散。よし。とにかく功を競う者たちへの妬みそねみに我を忘れ、出世欲に取りつかれたる嫉妬の罪人新島サエドの出世のため不正義すら正義と唱える不実。心の怪盗団より。ポストに入ってて本当によこすとはね。罪人でもない私を改心バカにして、都合の悪い人間を消したいだけのくせに。いいわ、先にこっちが捕まえてみせる。怪盗団捕まえたらお姉ちゃんが取り調べするんだよね、地下のなんとか室で。どうして？ううん、前にそんなこと言ってたから。ええ、そうよ。地下の特別尋問室で。時間は限られてるけど絶対吐かせてやるわ。正々堂々行きましょう。そろそろ戻るから。こんな時間だけど部長に連絡した方がいいよね。この仕事が片付いたらちょっと落ち着くと思うの。そしたら二人で温泉でも行こうか。お姉ちゃん、私ね、お姉ちゃんの味方だよ。誰にも手出しさせないから。変な子。電話。じゃあ私部屋行ってるね。夜分恐れ入ります。新島です。お耳に入れておきたいことが。怪盗団からの予告状です。私宛て。待機？
しかも捜査の指揮権を別の者にって。あ、いえ、そのようなことは。はい、承知しました。指示があるまで待機を。はい、失礼します。よーし、さて、明日は大し。説明しよう。おい、さてと。